入り口を入ると歴代の車がずらっと並んでいます。マツダの長い歴史を感じますね。先月23日リニューアルオープンしたマツダミュージアム。歴史を彩ったスポーツカーから最新の乗用車を生産する工場のライン見学まで、マツダの100年の歴史とこれからを体感できます。またその歴史を紐解くと、そこには開発に関わる秘話が隠されているんです。一番最初のマツダの車ではないですね。これ、3代目ぐらいの、三輪トラックなんですけども、最初、マツダはこういう三輪トラックを作ってました。解説してもらうのは、1991年にマツダに入社した植月慎一郎さん。国内営業や広報本部の仕事を経て、マツダ100周年プロジェクトにも携わってきました。今では県内の大学でマツダの歴史の講義のため教壇に立つこともあります。実はこの1930年代というのは、自動車が生まれるにしては割と日本で早い時代だったんですね。まだマツダが三輪トラック作り始めた時には、トヨタさんも日産さんもまだないような時代ですから。ミュージアムで最初に出迎えてくれるのは、戦後復興の象徴とも言われた三輪トラックです。1931年に発売されたマツダ初の自動車、三輪トラックマツダ号。最初に開発された DA 型の4年後に登場した改良型が、マツダが所有する自動車で最古のもの。ここで一つ記者に疑問が。あの当時は東洋工業というお名前で会社やってらっしゃったじゃないですか、はいはい、なのになんでこのマツダっていうの書かれてるんですかね。そう、作った製品に、名前を付けようと、最終的には創業者のマツダさんの名前を由来とした。他にもスメダ号や当時のマツダ十次郎社長からは天使など、さまざまな名前が候補に上がったといいます。ではなぜスペルに今も使われている Z を使ったのでしょうか。これというのは早い段階からこれ海外にも輸出してたんですよね。当時なんかいろいろあって、名前をまだ商品名にしちゃいけないとかいう理由もあったり、あと MATSU というのがこう発音しにくい、海外では。これはある神様の名前なんですね。実は由来となっているのは、古代オリエントに発祥した H の神。ハフラマツダのスペルがこの MAZDA だったんですね。で、光の神様なんで、その新しい乗り物、自動車の、先駆け、光になりたいということで、それをかけて MAZDA っていう名前にして、マツダ。当時は後の社名になるとは思ってもみなかったとか。1934年には商標登録もされています。ここでミュージアムにも展示されていない、ある貴重なパンフレットを見せてもらいました。終戦から数年後に作られたという海外向けのパンフレット。プライドオブ広島と書いてあるところですね。原爆が落とされて、世界で初めてその被爆をすることになってですね、広島は負けてないよと、広島のプライドを持ってこの車を作って、お届けしますという、当時のその人たちのなんか気概みたいなものをなんかすごく感じるんで、これはちょっと僕が大切にしているパンフレットなんです。さらにミュージアムを進むと、そこにはマツダの歴史を彩るさまざまな車が。1960年代に発売されたマツダ初の四輪自動車 R360 クーペ。当時一般市民には高値の花だった乗用車の価格を下げ、手の届く存在にしたということです。
軽快な走りを実現するため軽量化されていて、軽合金が使われているほか、後ろや横の窓はプラスチックになっています。一応これ4人乗りなんですよ。これ4人乗りですか？後ろに、はい、4人乗れます。じゃあ後ろは乗れないですね。この反省が生かされたのが、その2年後に発売されたキャロル。車内の空間を広く取ることで、後部座席でもゆったりと座れるようになりました。さらに1975年に登場したコスモ AP。 ひときわ目を引くのはボディの鮮やかな赤。実は当時、高級車に赤を組み合わせるのは異例のことだったといいます。割とアメリカンスタイルといいますか、まあ、この頃から北米でもですね、あの輸出に力を入れていってた時代なんで、まあ、海外向けのデザインとしてまあ作ったんですけど、実は海外よりも日本で売れたという。この車からマツダのシンボルカラーでもある赤の歴史が始まりました。そして他の車より目立つ場所に展示してあるのは、1967年に登場し、マツダの象徴ともいえるロータリーエンジンを初めて搭載したスポーツカー、コスモスポーツです。昔よくその、まあ、ウルトラマンとかね、仮面ライダーとかヒーローが乗ってる車って、市販の車はなんかこうデコレーションしてやってたんですけど、このコスモスポーツだけはこのまんま帰ってきたウルトラマンの時はこのコスモスポーツ、このすっぴんのまんまでした。だからすごいかっこいいなと思って。今はロータリーエンジンを搭載した車は販売されていませんが、それでも研究開発は続けられているといいます。すでに次のステップに向け歩みを進めているマツダ。開発の中で植月さんはある言葉を大事にしているといいます。ロータリーエンジンを開発リードされた山本健一さんに、まあ、昔のお話をですね聞きに行った時に、あの一言いただいたその色紙になります。いやこれは、ね、2017年に95歳で亡くなった6代目社長山本健一さんの言葉です。ミスターロータリーとも呼ばれたロータリーエンジンの生みの親で、亡くなった翌年に開かれたお別れの会では、会場にコスモスポーツが飾られていました。マツダの車は人間の生活文化に関する希望や彩りが生かされるものであってほしい。この色紙は亡くなる1年ほど前に書かれたものだということです。一生懸命書いていただいてて、で入って渡された時に名前がありませんって言えなかったんです。ありがとうございますって言っていただきました。まあ、ここに書いてあることはすごく、まあ、僕らにヒントというか、あのやるべきことを教えてくれるんじゃないかなと思いますね。創業100年を超え、さらに進化しようとしているマツダ。先人の言葉を胸に、次の100年に向け邁進していきます。